ベラ・バラノフスカヤは、帝政時代のロシアの女優。ドイツやチェコスロバキアで撮影された映画やロシアの劇場で有名な女優。1885年、サンクトペテルブルク生まれ。ベラは1903年から1915年まで、コンスタンチン・スタニスラフスキーのモスクワ芸術座で演技指導を受けた。1916年、ベラは、で、映画デビューし、この年5本の映画で主演。 この頃のベラを象徴するのは1911年から1913年の間に撮影されたであるとされる。1915年から1922年かけて、ハルキーブ、キエフ、オデッサ、トビリシ、火山の劇場を転々とした。1922年、モスクワで映画劇団を設立。1920年代後半には映画において重要な役割を演じた。 それは、どちらもフセボロドプドフキンが監督したリアルの母を演じた1926年の、働く女性を演じた1927年の、で、帝政ロシア末期の映画の中で、最も印象的な女性像を演じた。1928年、ベルリンのプロレタリア映画会社、プロメテウスは、で主演をしていたベラを、招待した。プロメテウスはドイツを出て、チェコ映画では、 初めての音声映画である1930年の歴史的な叙情試作家を描いた同年のオチェコスロバキアで撮影したの成功でベラはドイツとフランスで撮影を申し入れされた。ベラの最高傑作はドイツ映画の1929年のミハイル・ドブソン監督によるリバース税、1930年のゲオルギア・サガロフ監督によると言われる。その後、 1932年にフランスへ移り住み、1935年に死去した。ありがとうございます。